こんにちは、北関東京です。今回はね、水槽お魚導入します。これ宇都宮市内のねお魚屋さんで買ってきました。赤ひれちゃんです。ひれが赤いのが特徴のお魚5匹。今回こいつらがパイロットフィッシュになるんで導入します。よっと、相変わらず流木は完全に沈んでくれないんですよね。この細く枝になってるところだけまだ空気を含んでるのか浮いてきちゃう。温度合わせか、温度よいしょ、よいしょ。水槽の変化点で言うとね、このブロックこれなんですよ。まあちょっといかんせん効果は怪しいんですけど、水草を育てる、CO2 ブロックで、まあ栄養と二酸化炭素をね水に溶け込ませて光合成を促す的なやつです。まあメインの生態導入するまでの間は入れときます。効果が1ヶ月なんで、今3個入れてるのが、まあちょうど導入と切り替わりでこの効果がなくなるのかな、でいい感じのとこじゃないですかね。まあ今のところね、水草はだいぶね歯抜け感があるんですけど、まあおいおいね鬱陶しいぐらいにこの穴狩率増えるはずなんで、まあそしたらいい感じに魚の隠れ家になると思います。でね、水面にはねアマゾンフロッグビットが他の水槽から増えまくってたやつをね何株か持ってきて浮かべてます。こいつもまあ後で爆増すると思うんで、そしたらまあ間引きって感じですかね。あとはこっちもあれか、アヌビアス7を一旦こっちに持ってきてます。これもねちょっと結構でかい株のやつをね、でかい株のまんま発着させてるんで、ちょっとこれも株分けしておいおい別の流木か石に発着させ直しですね。1時間ほどまずは水温合わせをしてますね。で、よいしょ、点滴法の準備もしました。水の勢いはこのくらい。水合わせだいたい2時間と15分くらいか経過しましたので、水槽に移します。1、2、3、4、5匹揃ってます。
聞きます。生態導入します。赤ひれちゃん、今ここら辺、ここに3匹固まって、こっちに1匹、もう1匹は5匹いるはず。もう1匹はどっかにいます。どこだ、携帯のズーム汚いよ、画質が。今回は60センチメイン水槽のパイロット、生態導入赤ひれでした。ご視聴ありがとうございました。今日でした。ではバイバイ。